総幅跳びの競技場面走り幅跳びは、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、助走をつけて遠くへ飛ぶ能力を競う競技、メディアを再生する競技の着地点は普通、安全性と記録の行いやすさから、砂場となっている。その砂場にできた競技者の体の後のうち、踏切地点より最も近い地点を着地点とし、踏切地点からの距離を記録とする。 手や尻を後ろについてしまった場合はその地点までの距離が記録となる。総幅飛びはおおよそ4つの局面からなる。助走局面と踏切局面、空中局面及び着地局面である。その跳躍記録は助走のスピードと高い関係があることがわかっている。踏切板は白く塗装された木でできており、踏切った足がこれより前に出た場合、無効主義となる。なお、 ウレタン補装された全天候型の助走路の場合、選手のレベルに応じて踏切板の位置を変更できる構造となっている。古代イギリシャで使われたハルテレスス。この記録は1960年まで25年にわたって世界記録として残った。現在の世界記録も20年以上破られていない。また、古代オリンピックにおいては、 ハルテーレスという1.5から4 5キログラム程度の重りを両手に持って跳躍を行っていた。助走の距離は設けられていないが、総幅跳びを行う大会は、他の競技も実施するためあまり長い距離また競技者の妨げになり、失格となる。1970年にアメリカの運動力学者が考案した前方宙返りを加えて跳躍するスタイルが存在したが、 危険性が高いと判断され、公式大会で行われるようになってから半年後の1974年8月に、日本においては1998年までは教育の一環として、小学校、中学校での運動能力テストの種目であったが、現在のスポーツテストでは行われていない。陸上競技における正しい表記は、総幅飛びであるが、学校教育や新聞記事など、 陸上競技関係者以外が多く関わる場面では、走り幅跳びと表記されることもある。女子は1926年夏から日本記録として公認されている。フジテレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本10談社、2004年。フジテレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本11講談社、2005年。陸上競技マガジン1999年。 記録集計号 329p ありがとうございます。